神山町は徳島県の中部、吉野川の南側に並行して流れる悪意、川上流域に位置する町。町面積は徳島県内24自治体の中で9番目に大きい173.30平方キロメートル、町の中央を東西に横断する悪意川流域に農地と集落が点在する。その周囲を町域の 約86%を占める300から1500メートル級の山々が囲む。上山町の集落の一部、あゆちくえ川四国山脈の東部に位置し、全面積の約83%が山地であり、その中央は悪意川が蛇行して流れ、それに、鬼かごの川、神通、谷川、茶谷川などの谷川が流れ込み、美しい渓谷美を作っている。 年平均気温は摂氏14度前後、年間降水量は2100ミリメートル前後。季節によって寒暖の差が大きい。地区によるが冬には数センチメートルの積雪がある。植林された杉、ヒノキが多いものの、蜜蜂筋ツツやシャクナゲなどの自然植生群落も見られる。長南西部の芝小屋自然林や、雲葉山頂上付近に広がるブナ、カエデ類の高木。 姫ャラなどの自然林は、清流悪意川の源となっている。神山町小心領地区に、日本神話に登場する国類の祖心、大と姫命を主祭神とする上一宮、大族神社があることから、古くから先人たちがこの地に集い、阿波などの穀物を生産し、生活が営まれていたとされる。古来、阿波の語源とも言われる、阿王の里と呼ばれ、人々の交流拠点として栄えた。 江戸時代から明治時代にかけ、農民の娯楽として、泡人形浄瑠璃が盛んに上演され、その舞台を飾った襖絵は1400点ほど現存している。明治22年の市政町村政志向により、荒野、阿川の両村が合併して、あの村となる。これに、下分上の山と左右内の両村が合併した、下分上三村、新領村、鬼籠の村、 上文上の山村を合わせた五村となり、昭和30年に合併して、上山町が発足した。1997年、徳島県は、上山町に国際文化村を設ける構想を発表。文化村構想は実現しなかったが、町内の実業からにより、1999年により芸術家を招聘する、上山アーティスト・イン・レジデンス事業を開始した。 国際文化村委員会は2004年に NPO 法人グリーンバレーに名を改め、町から受託した移住支援事業や緊急人材育成支援事業などを行う。2011年の地上デジタル放送以降を前に2004年に上山町、佐名越村が連携して山間部の情報格差、難視町対策としてケーブルテレビ兼用の光ファイバー網を整備したこともあり。 2010年10月に、クラウド名刺管理サービスのベンチャー企業3さんが、同庁で初めて古民家をオフィスとしたのをはじめ、IT 企業のサテライトオフィスの進出が相次ぐ。それに伴って、ビストロや弁当屋など、新規の第三次産業も生まれた。このことから2011年には、上山町が誕生した1955年以来、初めて社会動態人口が増加に転じた。以降、 まちづくりの取り組みに対し全国から注目が集まっており、2019年には、サンサン社長らが、私立高等専門学校を町内で2023年、開学目指す計画を発表した。2015年に49歳以下の若手町職員、及び住民等、約30名からなる、ワーキンググループの共同を通じて、創生戦略を策定。同年12月25日に、 神山町の創生戦略、人口ビジョン、町を将来世代につなぐプロジェクトを公開した。民間に一般社団法人の地域公社を役場内に課長級の戦略会議体を立ち上げる方針を策定し、この両輪を回しながら、連続的で拡張性があり、継続性の高い施策群の推進を目指す。2016年4月に創生戦略を実行する。 一般社団法人神山つなぐ校舎設立。また、同じタイミングで同創生戦略から生まれたフードハブプロジェクトインク株式会社フードハブプロジェクトを町役場一般社団法人神山つなぐ校舎モノサスが共同設立した果実の生産が盛んであり、すだちは徳島県内の生産量の24%を占め日本一である。 京都の祇園祭りや大阪の天神祭りの際に、軒先などに飾る氷揚げの大半は、神山町で生産される。葉の並びが扇に似ていることから、祇園祭では薬病を避ける縁起物、お祓いとして陳徴され、山ぼこ界隈では、祇園祭期間中に、店先や玄関などの人目につくところに飾られる風習がある。氷揚がつける黒く艶のある実はカラスを連想させるとして、 上玉と呼ばれる。枝の名の花祭り名所など神社、神祭寺町内唯一の連、桜花連が、町内、約20カ所で通りを踊りながら進む、流し踊りをしたり、駐車場や空き地で踊りを披露したりする。沿道の住民が区間を決めて、道路の清掃に取り組むこと。1988年に、神山町が、日本で最初に導入した。 現在は21団体が参加している。1992年発足した上山町国際交流協会の活動から派生して、1999年にスタート。国内外から芸術家を招聘し、創作活動を支援するエアー事業。上山での創作活動が招聘作家の今後の活動に好影響を及ぼすと、ともに地域住民が事業を通じて、 新しい発見、新しい価値観、新しい交流を享受できることを目的とする。2011年の地上デジタル放送以降を前に、2004年、神山町、佐子内村が連携して、山間部の情報格差、南市町対策として、ケーブルテレビ兼用の光ファイバー網を整備。町が希望する前後に回線を引き込んだ。町内の利用料は月2625円。 地域発の先進的なサービスを生み出すことを目的とした共同仕事場。神山町は光ファイバーを用いた高速通信網を整備していることから都市部以上の通信環境があり、都市部に本社を置く IT 企業や自治体、大学などがサテライトオフィスを設置している。ここで仕事をしながら一時滞在できる拠点として宿泊施設ウィーク神山が2015年7月に オープン。町内に空港はない。なお、最寄りの徳島空港へは、国道438号、国道192号、国道11号、国道28号を経由して所要時間は約70分である。町内に鉄道はない。1912年には、佐古駅と上山町を結ぶ上徳電気軽便鉄道が計画されたが実現には至らなかった。 最寄りの鉄道駅である JR 四国徳島駅まで国道438号を経由して所要時間は約50分である。上山町立高野小学校高等学校、編集中学校、編集小学校、編集集配を担当する郵便局は新山、今井、高野の3局である。このほか町内には川又、あの、鬼かごや、寄りの 各郵便局が置かれている。ありがとうございます。